どうもこんにちは、平井弘明です。今回はワンナップショートレッスンをやりたいと思います。上下動でお悩みの方にちょっと向けて、今回やっていきたいと思いますけども、上下動を抑えたいなという時のポイントとしては、スイング中に膝の高さを変えないというのがポイントになります。上下動をさせないように打とうとすると意外と動きがスムーズにできません。なので上下動をさせたくないなという時は、膝の高さを変えずにスイングをしてあげるという意識で打ってみましょう。逆にですね、上下動をどうしてもしてしまう、ただ上下動をしてもナイスショットが出やすい、多いなという方は、その上下動でリズムを取っている方が多いので、その上下動はやめないでください。そのまま上下動をしながらリズムを取って打っていただいた方がいいです。今回のショートレッスン以上になります。ご視聴ありがとうございました。